インキチゲンは、韓国出身の元プロ野球選手。テグ高等学校を卒業した後に2002年に2次ラウンドで、指名されて入団し、デビュー初試合で、新人先発勝利を収めた。1年目は、先発陣の一人となったが結果を残せず2年目以降は、中継ぎに転校。2008年6月15日のキア・タイガース戦において、キアが6点リードで迎えた6回に塁走者の、 理財主が盗塁をしたところ、大量得点差で盗塁をしたという理由で他者の際警官に、恋支給を与えようとした。当たることはなかったが、蔡警官がこれを威嚇行為とみなして、激しく起こり乱闘騒ぎになった。結果的に彼と蔡警官と、最小藩が退場になり、翌日には二軍に、格下げになった。2009年シーズンでは6月25日の、 キアタイガース戦では延長から人生初の一塁種としての出場をした。しかしその後投手が足りなくなり12回から内野手の最低が登板。最終的には最低の冒頭で試合に敗れた。シーズン終了から兵役に含む。2010年より勝負に所属していたが、肘を痛め2011年シーズン途中に他の舞台に転属され、除隊された。 2012年より SK に復帰、2015年シーズン後 FA 資格を得た。所属チームとの優先交渉は決裂し、打球団遺跡を選んだ。同年11月29日4年総額38億の大型契約でロッテジャイアンツに移籍。彼の保証選手には金賞会が選ばれた。ロッテでは必勝組の勧誘をされたが、低迷する姿をたくさん見せた。 2019年の契約満了とともに戦力外になり、ロッテを退団。その後は事実上の引退状態。ありがとうございます。